メリカの軍需航空企業大手のロッキード・マーチン社が中核となって開発を行った。いわゆる第5世代戦闘機と呼ばれる範疇に属する F-35 ライトニング2だけど、2022年現在ブロック4と呼ばれる機能追加の最中に置かれているんだって。ついに F-35 ライトニング2も新たなステップに進むってことだね。楽しみだなぁ。これは F-35 ライトニング2の機関となるアビオニクス類。各種の兵装及びその胴体内ウェポンベイへの搭載等を意味し、戦場認識率のさらなる向上をもたらすことで飛躍的に打撃力や汎用性を高めることに寄与することになるだろうな。そうだね。さて今回は、ロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2の機能追加について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ことに注目が注がれているのは、空中にて発射されるタイプの無人航空機 UAV との連携性能の獲得であり、複数回の繰り返しでの使用が可能な無人航空機 UAV を完成することで、作戦範囲領域の大幅な増加が見込まれているよ。ただし F-35 ライトニング2のブロック4は項目の総数で66個にも及ぶ新機能が実装されることが予定されており、少数ずつのソフトウェアプログラムの更新が必要な上、それらの開発が当初の想定よりも遅延しているらしい。そのためもともとこの F-35 ライトニング2のブロック4は、2024年頃までに開発完了が見込まれていたものの、現在の2022年の進捗状況から鑑みるにそのスケジュールでの実施は絶望的で、計画の正確な完了時期もまだ見えていないんだって。項目の総数も多いみたいだし遅延しているからまだ正確な完了時期も見えてないんだね。F-35 ライトニング2のブロック4への更新は今のところ、全体の8割はソフトウェアの上書きによって実施することが可能とされていて、半年に1回のこれらによって比較的容易にその新機能の実装を行うことが予期されているんだよ。ただしアビオニクスの機関部の換装や、操縦席の表示機器、兵装搭載量の増加を実現するためには、最終的に重整備拠点たる F-35 ライトニング2専用の MRO&U 国際整備拠点での物理的な作業が必要となってくるらしいな。日本でも航空自衛隊では F-35 ライトニング2の通常滑走路使用の A 型を105機、短距離離陸垂直離陸が可能な航空母艦化する護衛艦出雲加賀用の B 型42機を調達途上にあり、こうした重整備拠点が鍵になるみたい。だが日本においては三菱重工業社の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が、この F-35 ライトニング2の MRO&U 国際整備拠点としてアメリカ国防省から定められており、必要な重整備を自国内で行う体制を保持しているぜ。この MRO&U 国際整備拠点に指定されている三菱重工業社の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場は、これ以前から F-35 ライトニング2の FACO 最終組み立て検査施設でもあり、世界的に見ても稀有な存在となっているんだよ。そもそも F-35 ライトニング2の MRO&U 国際整備拠点は、アメリカ大陸がアメリカ本国、ヨーロッパがイタリア、アジアが日本とオーストラリアに設置されており、それぞれが自国及び近隣国の F-35 ライトニング2の機体の重整備を担う体制なんだぜ。ヨーロッパに関しては今後 F-35 ライトニング2の採用国が順調に増加する場合を見込んで、イギリスとオランダとノルウェーにも MRO&U 国際整備拠点の追加設置が見込まれており、ドイツやスイスなどの新たな採用国の受け皿になるのだろうな。ちなみに韓国も F-35 ライトニング2の A 型をすでに調達済みであり、今後その追加と航空母艦の建造に向けて B 型の調達も計画してはいるけど、最も距離的に近い日本の MRO&U 国際整備拠点への自国の動機の持ち込みには無論反対しているみたい。日本に対して徴用工の保障等の政治的な問題での動きを止めない韓国は、自身らが指摘するいわゆる戦犯企業としての三菱重工業者へ、自国の F-35 ライトニング2の重整備を依頼することなど世論上からも到底許容できないようだな。そのため韓国の F-35 ライトニング2派、アジアでもう一箇所の、オーストラリアの MRO&U 国際整備拠点に持ち込むことが有力視されていたが、2022年3月の総選挙で保守系の政党の国民の力のユン・ソギョルが政権の座についたことで変化も指摘されているよ。これまでの韓国における革新政党のムン・ジェイン政権と比較すれば、ユン・ソギョル新政権は反日的な政治姿勢を薄め、日本との関係の改善に前向きとも言われて入るものの、ことが自国の最新鋭の戦闘機の整備なだけに方針転換は困難だと感じられるよ。それでも合理性から考えれば韓国が自国の F-35 ライトニング2の重整備を日本に持ち込むことは自明の選択であるため、今後はこの件に関して日本を従わせたのだと、政治的な見せ方と言い方で国内世論を納得させようとする可能性はあるだろうな。
これに日本がどのような対応を見せるのかも注目すべきところだよね。あえて韓国側の世論が誘引を下げるような形で了承することには、日本側には大したメリットはないはずだから、毅然とした政治的な対応を見せるべきだと感じるよね。さて F-35 ライトニング2のブロック4の本筋に話を戻せば、兵装として現行では胴体内のウェポンベイには最大で4発のみの搭載である空対空ミサイルについて、これを2発増の6発に強化可能なことが注目されているよ。現在の F-35 ライトニング2で推奨されているのは、現レイセオン社が生産を行っているエイム120アムラームであり、その最新型の D 型は速度でマッハ4、射程距離で最大 180km ほど性能を有する中距離空対空ミサイルとなっているぜ。このエイム120アムラームの D 型はアメリカで2015年に実用化された中距離空対空ミサイルではあるが、中国軍が翌2016年から実戦配備を開始した PL-15 空対空ミサイルは、速度は同程度ながらこれをしのぐ 200km 以上の射程距離があるとされているんだって。この PL-15 は中国軍において敵の空中給油機や早期警戒管制機等の破壊を目的にしているとされていて、アメリカをはじめとする西側諸国ではこれをさらに超える距離から攻撃することが可能な空対空ミサイルの装備が急務となったみたいだよ。結果としてロッキード・マーチン社が自社の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2に搭載すべく開発を行っているのが、エイム260長距離空対空ミサイルであり、速度マッハ5に加え、最大射程距離は 300km に達するとの指摘もあるぜ。このエイム260長距離空対空ミサイルは今年2022年中に初期作戦能力を得ることを目標に開発が進められており、これに成功した場合には F-35 ライトニング2の主兵装として、エイム120アムラームを完全に置き換えるものとなる予定であるんだよ。日本もこうした今のミサイルのトレンドを反映し、敵の射程距離外から攻撃を敢行できるスタンドオフミサイルの整備を掲げているが、エイム260長距離空対空ミサイルが実用化されればそれにかなう兵装となると思われるんだって。また余談だが現行の F-35 ライトニング2に搭載されている機関部はプラット&ホイット2社製の F-135 だが、同社はこのエンジンの納入が1000機を超えたことの記念行事を2022年9月に開催しており、数としてはまだまだ少ない感じもしないではないな。今後のアメリカ軍の F-35 ライトニング2の機関部は、この F-135 をバージョンアップした EEP となるのか、次世代戦闘機用のアダプティブエンジンを採用するのかも焦点となっており、日本を含む採用国は横目で見ている状況でもあるみたい。ちなみにアメリカの次世代戦闘機はベース機の機能を強更新しながら、30年というような長期間の運用はしない方向だと見られているけど、F-35 ライトニング2派現状では2070年前後まで使用される可能性も指摘されるなど、優に50年を超えそうなんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。